皆さんこんにちは、私の YouTube チャンネルへようこそ、皆さんが元気でいらっしゃることを願っています。ああいうシャアーでのジョングク自民、V の不条理な行動が観客を笑わせました。ああいうシャアーはジョングクと自民が司会を務めています。ディズニーで放映されたジョングクと自民の日常生活に関するこの番組は、特にボルトがゲスト出演した時に多くの視聴者を魅了しました。 ボルトがゲスト出演したことで、番組の視聴率は急上昇しました。番組だけでなく、V は番組に関して最初に検索される人物でもあります。アーミーは、BTS マンネトリオと呼ばれることが多い彼らのニックネームをよく知っています。ランダムで不条理な彼らは、その行動で観客を笑わせることに成功しました。 番組の最新エピソードではジョングクが大型バイクに乗っている時にジミンとボルトが車に乗っている時に、特にアーミーを笑わせたシーンがあり、彼らは時間をかけて役を演じました。大型バイクに乗ったジョングクはジミンと V に近づいた。こんにちはとジミンは車の窓を下げながら言った。それは僕たちじゃないとジミンは言った。僕たちはただの普通の人だ。マフィアじゃないと V は言った。 僕たちは何も注文していない。君じゃない。気にしないで。と自民は言った。JK は答えた。次の瞬間、3人のメンバーは昼食を食べていて自民はキム・テヒョンのために食べ物を作って食べさせることにした。しかし、荷物を避けるためにキム・テヒョンは走り出し、レストランを出て行った。急いで、急いで自民は彼を追いかけ始め、レストランから出るとすぐに靴を脱いだ。 狂ったように、歌手が数分間走りながら裸足で乗り継ぎの歌手を追いかけ自民が靴を履いていないと叫んだとき、シーンは陽気なものになった。これを聞いて、キムテヒョンはすぐに立ち止まり、彼のところに戻ってきた。子供らしい振る舞いで観客の笑いを誘うことに成功しました。皆さん、今日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。どう思いましたか コメント欄に書いてください。次の動画でお会いしましょう。お体に気をつけて、さようなら。